現在時刻が6時です。今からちょっとね編集して健康診断行ってきてと思います。今日ねすごいよ、いいんじゃないですか。あとちょっと落としていきたいです。これで健康診断いけるか。オッケー。はい、ということで今ね病院の前に着いたんですけど、血液検査もあるみたいで結構怖いんですけど、まあ、頑張っていきたいなっていう風に思います。ではねまた後でお会いしましょう。はい、今ね健康診断終わったんですけど、なんでなんみたいなことをね言いたい。体脂肪率がね 15% そんなわけねえだろうってね絶対ないでしょ、体脂肪率 15% は。どんだけ節制してると思ってんのこっち、毎日15% はないよね。これだよ、これ。これで、ここにさ、バーがあって、これを乗せて、こうやってね、懸垂とか、こうやってついて、腕立て。腕立て、そう、これチャレンジしてみようかな。すごっ、待って、これすごい。29回ぐらいかな。ダンススタジオな、めっちゃいいね。うん、Filling out my cup, coffee talk on the screen porch. So in love, now you're the one I'm losing sleep for. こんなね、遅くまでかかっちゃいました。今からね、帰っていきたいと思います。まあね、面白い内容になったと思うんで、ぜひね、皆さんもね、見てください。やっとね、最寄り駅に着きました。めっちゃね、長い一日だったけど、だいぶ楽しかったし、充実しました。
これで 15% だと体脂肪率が。どんだけ脂肪があるんだよ。ここね、ここに入れるんでしょ。はい、ということで今回なんですけど、1日のね、ブログ形式で健康診断に行ってきた日のブログを上げさせていただきました。まさかまさかの体脂肪率が 15% という結果で、まあね、あれはね、機械が壊れてるんじゃないかなって正直思ってるんですけど、今ね、このね、シルク・ド・ソレイユだったりとか、ブロードウェイ、いろいろライブエンターテインメントのアーティストだったりとかが、本当にね、毎日毎日辞めていったりとか、戻らないって決めて新しい仕事を始めてるんですよね。もう1年ぐらい経ちますけど、やっぱりこれがまた続けば続くほど、アーティストにとっても大変ですし、モチベーションを続けるのって本当に今の状況ですごい難しいんですよね。僕らってお客さんに見に来てもらって、で、お客さんに感動してもらって、それがモチベーションで頑張れたり、また頑張ろうっていう気持ちになってやっていくんですけど、ステージも立てない、トレーニングする環境も今はない。あとどのくらい続くんだろうということで、アーティストがね、すごい苦しい思いをしています。その中で、まあ、僕は YouTube を通して筋トレだったりっていうことを、いろいろお伝えしていったんですけど、今ステージに立てない状況でも皆さんのことを楽しませられるようなコンテンツっていうのも上げていきたいなっていうふうに思っています。そしてこのチャンネルだったり僕の動画っていうのを少しでも多くの人に見ていただいて、サーカスだったりとかミュージカル、そして裏方で、ね、働いてる人もいっぱいいます。そういう人たちが今少しでもね、背中を押してもらえるような、今のね、僕たちの現状っていうのが少しでも改善できればなっていうふうに思います。もちろん見てもらうことで僕たちもね、やる気出ますし、すごいね、長い道のりかもしれませんけど、またね、舞台に立ってお客さんのことを感動させられる日まで、またね、少しずつ頑張っていけると思うので、まあ、筋トレだけに限らず、僕たちが、普段やっていることだったりとか、皆さんのことを楽しませられる内容っていうのをこのチャンネルでは少しずつ上げていこうと思います。なのでぜひね、面白い動画あったりしたら、友達だったりとか家族、そして誰でもいいで職場の人シェアしてください。もう勝手に送りつけちゃってくださいということで、まあね、こういう、サーカスの現状だったりとか、舞台に立つ人たち、みんなでね、頑張って乗り越えていきたいと思います。それではね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ぜひね、ダンスの動画も面白いので見てください。チャンネル登録をお忘れなく。それでは皆さん、さようなら。